さあやっていくかね。桜対戦実況、久々桜対戦実況、久々ってわけでもない、動画の感覚、上げてる感覚からすると久々じゃないんですけど、パソコンの前でこうやって撮るのが久しぶりでございます。どうもアザラシです。桜対戦やれる喜びを、やっと一息ついた。セミがじわじわ言うとるな。ちょっとあの窓を閉めてきます。ちょっとテートが窓閉めてももしかしたら聞こえるかもしれない。うちの庭の欅の木にいっぱいセミがくっついていて、クマゼミがミン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 じわ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 うるさいんです。虫の声がよく聞こえる実況として名を馳せていこう。そんな実況いらんわ。これが六波星光魔人、六波星光魔人か。音大丈夫？小さくない？こんなもんか。我はクロノスカイ総帥。総帥。天界。帝都に生きとし生ける者どもよ。見たか我が力を。まあまあ頑張るのはええけども、ちょっとあれじゃない？テートだけで頑張りすぎない？もっと世界征服とかしないのか。西王の血を洗い流し、ほう。造作もない。昔の体制に戻したいわけね。それもまたよし。なかなか、あれだよね。今あるものに固執して昔のスタイルに戻すっていうのって歴史って前には進んでいくけど後ろに進むことってあまりないよな。それは人が、社会が進化していることの証なのかもしれない。ハミルトンの言ってたような赤の女王仮説のような、やはり一つの体制が続いて、種とかもそうだけど、それはやはりどこかで新しい形になったら、昔の形っていうのはもう、なんだろう、やっぱその、もうすでに不適合を起こしてるというか、あるのかもしれないね、と。まあ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 、まあ前は。お偉いさんたちが。バカバカしい。断固無視すべきだ。断固無視すべきだ。帝都市民の命が最優先だ。いかがなさいますか、総理。話あんまり聞いてなかった。あと1時間ある。時間ある。望みは捨てぬ。時間は1時間って意外に短いぜ。例の帝国歌劇団はどうなのか。頼ってますな。はい、ただいま連絡をいたします。連絡を。体制になどしてはいけないのだ。いけないのか。幕藩体制にしていいんじゃないか。あえてね、発展しているように見えて、しかしその実、果たして日本人が幸せになったのかどうか。医務室に行ってみましょう。医務室に。そうですか。それにしても何が原因で意識を失ったんだろう。中に入ってちょうだい。医療ポート、覚えがあるんですね。こういうシーンは覚えがあるんですね。あった、おっと、さくらくん、俺だ、大神だ。おっと、隠さなくていいかい。隠さなくていい。
中は液体なのかな。ひーひー。アザラシという一人の生き物として、実況者としてどういう振る舞いをすればいいのか試されるな。紳士的に、紳士的に見ちゃいますわね。見ちゃいます。ごくり、いかん、こんな時いくらなんでも不謹慎だ。でも見るよね。しかしこれは見るなという方が無理な話だ。さっきどこ、いや、あの右の胸を、左はとりあえず見ます。そう、下も何もつけていらっしゃらないんでしょうか。一糸まとわぬ姿とはまさにこのことだ。本当に綺麗だ。不謹慎ですね。これは完全に不謹慎ですね。こういうところが桜大戦のなんかあのエロではないけど妄想をかきたてるエロさだな。はっ、すいません。しかしもうちょっと目をそらすようになってきた。どっか行こうかな。テクテクテク。どっか行っちゃダメだよな、さすがに。さくらくん、俺だ、大神だ。コンコンができる。コンコン。返上してくれ。コン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 。どうすりゃいいんだ。また胸を見る。まあ、実際男なら見るわな。男ならね。男を代表して言うのもどうかと思うが、いや、あえて見ない人もいるのかもしれない。そういう男の人っているのかな。全女性はもしかしたら、あの、幻滅してしまうかもしれないが、こういうシーン見ないわけにはいかないだろう。目は行ってしまうと思うんだが、たとえ、大神隊長がいかにこう、硬派な人間であろうともだ。逆に女子目線で見たとき、いや、見ないわ。いや、どうなんだろうね。まじまじとその裸でこう、なんかこう、医療ポットに男が寝てたとして、あの、なんだろうな、見目美しいというか、美男子が裸でこうやって入ってたとして、見ないってことはないと思うんだよな。むしろ女子、女の人の方がえげつなく見るんでは。しかしまあこの時代、大正時代だからあれだな。あの、スマホとか写真、カメラとかはないな。残念ながら撮って残しておくことはできない。頭の中のレンズで。容態はどうなんですの？頭の中のカメラでフィルムに残すしかない。本当のことを伝えるしかない。桜くんはトランス状態にあるそうだ。トランセル。トランス状態ってな、実体何なの？トランスって。トランスとかいう曲はあるけどさ。カンナに聞くかい。カンナに聞いて、なぜ今カンナに聞いたんだ。アイリスは嫌味か。このガキ、実は少し嫌味なのかもしれん。将来がおもんぱかられる。エアコン効かせたら急に寒くなった。やっぱ夏は暑い方がいい。これはスミレでしょ。スミレくんだろ。スミレくんだろ。ほほほ。私のこの美しい声は間違いがありませんものね。何をお茶目な。他ならぬスミレくんだもの。珍しい。礼を言う。あえて礼を言っていく。元気を出す。ありがとう。なんだか少し気分が晴れやかになったよ。ほう、テレテレしてらっしゃいますが、今ね、実はね、この動画撮り直してるんですよ。実は撮り直してるんですよ。この下のね、幅がちょっとあのうまくいってなくて撮り直してるんですけどもね。さっきの選択肢、元気を出すだったらテンテロリロリンって上がったんだよな。
間違ったか選択肢今の。元気を出すのが良かったのか。最初のファーストインプレッションでは元気を出す。いいや、どきません。展開のところへ行くのなら長官ではなく自分たち帝国鍵の花組で、それに自分たちは死に場所を求めていくわけではありません。天界を倒すために、帝都を守るために花組は 出動するんです。これもあのさっきやった時の最初でやった時とあの選択肢を違えてるんだけども、なんかこれも間違いない気がするな。自分のフィーリングで選んだ方がいい選択になってるのかな。7000 7000はいたってね、さくらさえいれば。桜花方針の必殺技で諦めてはダメだ。ただただ熱い狼です。確かに状況は厳しい、苦しい、今まで最低のピンチだろう。でも思い出すんだ今までのこと。ピンチは今まで何度もあった。でも俺たちはそれを跳ねのけてきたじゃないか。なぜこの前のビジョンに刹那がいる、このビジョン、あのオーロラビジョンみたいな。時には失敗をやらかして大騒ぎすることもあったけれど、これいつだ、いつだっけ、いつだっけ。俺たちは必ず勝ってきた。みんなで力を合わせれば必ず勝てるんだという風潮。希望の火が消えてしまうんや。いいペアじゃないか。スミレがいい、いいペアになってる。きちんとこう熱いキャラを押し通した時に冷静なツッコミを入れてくれる人がいいよね。心は熱く、行動は冷静にいきたい。逆か。しかし敵の本拠地をつこう。しかしただただバカ隊長になってる。チェンチェラリラリン、これでいいか。その作戦しかありませんね。誰だ今テンティロリロリンにならなかったやつ。あぶり出せ。俺たちの出る幕なしだな、あやめくん。頼もしくなりましたね、彼も。ああ、やつはもうすぐ一人前だな。ずいぶんいい面になったじゃねえか。ずいぶん早い一人前が。お、演算装置だ。演算装置感がある。強力の場所と強さしか検知できへん。おそらく一番大きな光点が天界に間違いないだろう。とりあえず見てみる。そうかな。ズーム OK 248、ズーム OK 248。これ仕事してる風に見えて仕事してないやつやろ。お、あ、違う、ちゃんとやってる。ピーピピン。ひときわ大きい点は見えるが、むむむむむむむ。この砂利垣をつまみ出せ。まあまあすみれくん。大きな点が映ってたが、あれは、あっちゃ、わからん。これだけでは何とも言えない。確かに。え、行くの？その。行くか。行くのか、結局。もう飛ばせないのよね。飛ばせないのよね。桜木じゃん。桜木連れてっていいの。
何期もあるような気がしないけど、後部桜木だけど、桜木だけど、トランス状態で医療ポートに寝てる桜くんの機体を持っていくのはいかがなものか。強雷号です。かっこいいんだけどさ、よくわからんのだよな。地下にあるこの地下格納庫からさらに地下に向けて打ち出すというのはさ、ま、鉛直真下にさ打ち落とすんだけどさ、確かに最初はスピードが出ると思う。だが遠回りになってないか。そしていや、発想はいいんだろうけどね。ブラジルとかに行くんだったらいいけど。おっ、この先の展開も知ってるんで、ゲームを再開します。なぜここでキプレイスタイルで言っているのか謎だが、しょうがないんです。やっちゃってるもんはしょうがない。嘘はつけない。自分に嘘はつけない。こういうところの不器用さは実況者としては二流以下だな。三流以下だな。たとえ嘘をついてでも初見プレイ感を出していく。いや、もうすでに過去にやってるからね。さくらくんがあの医療ポットで裸ってやってたって、あれだって頭の記憶の中には愛のあったなって覚えてるからね。ご苦労だな、過激だ。あの男はクロノス界の。ただまあ、この実況を見る人は初めての人が多いかもいるかもしれないでね、初めての気持ちで見ていただければと思いますね。自分の喋りは邪魔かな、邪魔かもな。親玉いかにもその黒幕的な感じ。隊長、この男を倒して天界の居場所を吐かせましょう。それはどうかな。どうか。おう、くん、これは罠、タイ。あやめさん、罠、まずい。総員攻撃態勢で後方へ退避しろ。後方、逃さん。多いよな。たとえ雑魚とはいえ、こんだけいたらなんたらガンダム無双みたいになっちゃう。やってら、くそ、敵の数が多すぎる。隊長どうするんだ。命を無駄にするな。玉砕覚悟で攻撃などと。お、スミレ君冷静な方が上がる。これ一個一個はガションって、まあ、私の大事な仲間を傷つけるやつは許さない。随分短いトランス状態でしたね。ただ大神に裸を見られただけでは、桜くん裸をヌードを見られただけでは。遅ればせながら神宮寺桜誕生。遅いのよあなたって人は。確かに。隊長、みんな、クロノス界の本拠地が分かりました。ここは引いてください。ほい。さくらがもしかしてあれか、空から降って降りてきたのか。すごい耐久性してるな、後部って。鉄の塊っぽいな。天界か過激だか、どちらが勝つのよし。いいポジショニングをしてるね。ということで、ちょうど20分になりましたね。特に盛り上がりも、おスミレだけが気力充実。なぜこの状況でスミレだけが。まあ一旦セーブしておきましょうかね。はい、じゃあ一旦ここまで。ほな、次のパート2をお待ちいただければと思います。ほなまた。